本校では、海上交通安全法別表に掲げる航路について記述する。海上交通安全法は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の海域で、船舶交通が複装する航路と所在海域を別表に掲げ、具体的な航路については、所在海域の中から政令で定めることとしている。この航路では、船舶航行の安全を確保するため、 通常の海上衝突予防法とは異なる。特別のルール、及び航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。海上交通安全法の指定する航路の概略地図。A. 浦賀水道航路。中野瀬航路 B. 平子水道航路 C. 明石海峡航路 d ビサンセト閣航路 E. 来島海峡航路海上交通の原則は、右側通行であるが、通常の海域においては、道路交通と異なりレーンが定められているわけではない。正面衝突の危険があるときなどに右に回避するというものであり、対抗する船舶と左側通行の形になっても、何ら支障なくすれ違いできるときは合法である。掲示された前航路に共通する規定として、飛行等、 航路航行義務、速力の制限、追い越しの場合の信号、行き先の表示、航路の横断の方法、航路への出入りまたは、航路の横断の制限、美容泊の禁止の各規定が定められている。浦賀水道航路と中野瀬航路を合わせて、東京湾航航路と呼ぶことがある。東京湾への出入路にあたる航路である。浦賀水道の地形に合わせ、航路も屈曲している。 関東大震災で崩壊した第三海報が近接し、航行の安全に支障をきたしたため、2007年までに撤去された。現在も第一と第二海報が残る。所在海域は東京湾、中野瀬の南方から栗浜湾沖に至る海域。航路の幅約1400メートル、長さ約14.8キロメートル。航路の中央より右側を航行すると規定されている。 外力南北方向の航路なので、東の房総半島側が湾に入る北向き、西の三浦半島側が南向きの航路となる。中野瀬航路本線である、浦賀水道航路北端のふ津つ見先付近から斜め右に分かれて、東京湾の中央部を北上する航路である。所在海域は東京湾、中野瀬の東側。 航路の幅約700メートル、長さ約10.5キロメートル。北向きに通行すると規定されている。所在海域は、イラゴ水道。航路の幅約1200メートル、長さ約3.9キロメートル。できる限り、中央より右側を航行すると規定されている。南北に伸びる航路で、東の愛知県イラゴ岬側が、湾に入る北向き、西の三重県島半島側が、 南向きの航路となる。所在海域は、赤石海峡。航路の幅約1500メートル、長さ約7キロメートル。航路の中央より右側を航行する。と規定されている。東西の航路なので南の淡路島側が針真名だから、大阪湾に向かう東向き、赤石側が西向きとなる。所在海域は、瀬戸内海の内小戸島地蔵先沖から都島と、 男木島との間を経て小与島と小瀬巨島,島との間に至る海域。航路の幅約1400メートル、長さ約37.2キロメートル。航路の中央より右側を航行すると規定されている。東西の航路なので南の四国側が東向き、北の岡山県、小豆島側が西向きの航路となる。所在海域は瀬戸内海の内港人島の南方から、 中瀬の西方に至る海域。航路の幅約400から700メートル、長さ約5.2キロメートル。北向きに通行すると規定されている。所在海域は、瀬戸内海の内大土島の東方から、上有花沖に至る海域。航路の幅約700メートル、長さ約6.3キロメートル。南向きに通行すると規定されている。宇高東航路、宇高西航路は、 本州と四国を結ぶフェリー等が使用する南北の航路である。二つの航路を合わせて右側通行となる。美山瀬戸島航路とは、それぞれ十字に交差している。南美山瀬戸大橋下を、西から東へと進むアス通所在海域は、瀬戸内海の内小与島と、小瀬巨島の間から、スケヤ島、二面島、淡島の間に至る海域で、 牛島及び高県島の北側が北航路、南側が南航路である。航路の幅は共に約700メートル、長さは北航路約21.8キロメートル、南航路約23.3キロメートル。ビザンセト島航路の西にある東西の航路で、同航路と境でしおき、昭与島と小巨島を結ぶ線で接続する。北航路は、 西向きに通行する南航路は東向きに通行すると規定されており、二つの航路を合わせて右側通行となる。所在海域は瀬戸内海の内水島港から、く島の西方、農地諸島の東方及び、吉島と本島との間を経て、シャ島の北方に至る海域。航路の幅約600から700メートル、長さ約10.0キロメートル。できる限り、 中央より右側を航行する。と規定されている。水島港に入出港する船舶が航行する。航路である。美山瀬戸北航路と十字に交差し、美山瀬戸南航路と T 字に接続している。来島海峡中水道を南から北へと進むセレブリティミレニアム所在海域は、瀬戸内海の内大島と今治港との間から、 来島海峡を経て、大下島の南方に至る海域。航路の幅約400から1500メートル、長さ約15.4キロメートル。順調の場合は、来島海峡中水道を、逆調の場合は、来島海峡西水道を航行すると規定されている。中水道は、武志島と馬島の間の来島海峡、第2大橋が架か,かる海峡、西水道は、 馬島と小島の間の来島海峡第3大橋がかかる海峡である。船が潮流に乗って航行する場合の場合は短く、屈曲の少ない中水道を潮流に逆らって航行する場合は、西水道を進むというものである。潮流が北向きの場合は通常通り右側通行、南向きの場合は左側を通る形になり、こうした切り替え方式をとっているのは、 世界でも唯一のものである。こうした複雑な航行ルールがあることから安全な航行を確保するため、海峡には5カ所に潮流信号所が設置され、潮流の向き等の情報を航行する船舶に提供している。中でも1909年に来島海峡で最初に設けられた中途島の信号所は歴史ある施設である。また電光掲示で潮流の状況を知らせる。 原稿版式庁流信号所が2箇所あるほか、来島海峡海上交通センターではレーダーにより、航行状況の常時監視を行っている。ありがとうございます。